どうもお疲れ様です。令和セルシオシリーズにコメントありがとうございます。あとね、メッセージの方もいただきまして、ちょっと返信をこの動画を持ってさせていただきます。今日2つありますね。1つはね、なんかその自慢めいたことをね、私が喋っているということで、なんか批判というかお叱りを受けたのかなんかわかりませんけども、なんか自慢っぽいなっていう、そんなねぼやきがあったんですけども、さすがにね、まあ人生30年40年50年生きてきて、自慢の一つもできないような人生送っちゃダメですよ、まあそれをね、誰か鼻につく人に対して誇る必要はないんですけども、独り言としてつぶやく分にはいいんじゃないかなと思いますけどもね。逆にこのコメント書いた人は私に対してね、自慢できるような人生送ってますかってことなんですよ。まあそのぐらい自慢できるようなことの一つや二つないとね。あとね、自慢が鼻につく人とはあんまり付き合わない方がいいと思いますよ、そういうふうな人のなんか自慢をね、妬むような人、例えば会社でもあると思うんですよ。上司の武勇伝聞かせるのはね、気に食わねえみたいなことを言いますけども、そういったところに自分の成功のヒントとか、その上司の方がね、なんでそういうふうな自分の過去を誇りたいのかっていう心理状態を探ろうと思わずに、ただ自分の求めていない情報だから遮断するってことでは、多分コミュニケーションは成立しないと思うんですよ。まずは人の自慢話聞いてあげて、それに対してね、拍手喝采してあげて、いわゆるよいしょしてあげることによって良好な関係って築けると思うんですよね。まあそういうふうに人が自慢したことを喜べるような人格の私は優れてると思うんですけどね。そうじゃなくて、とにかく人の自慢気に食わないっていうんだったら、まあ誰も成功例を教えてくれないようなところに行けばいいんじゃないかなってところがありますね。あともう一つは、まあお金の話ですよね、やっぱりね。久保さんお金があるからそんなこと言えるんだっていうね、そんなもうコメントもありましたけども、その通りなんですよ、でも私だって別にお金がない時期はありますし、自然にお金が入ってきたわけじゃなくて、全知全能をかけて、それこそね、こういった言葉があるんですよ。みんなが働いている時に俺は働いている、みんなが飯を食っている時に俺は働いている、みんなが寝ている時に俺は働いている、常に働いている。金が残って当然じゃないですか、そんなのね。だからみんなね、休憩しすぎなんですよ。疲れたとか忙しいとかね、なんかよくわかんないこと言って、で片っぽでお金がなくって、あれもできないこれもできないって言ってるわけでしょ、それやっぱり金がないのが一番悔しいですから。誰よりも私はそれを痛感して生きてきたんですよ。金がないのは苦しいなって。でこれからもお金がなくなることってあると思うんですよ。その時はむちゃくちゃ惨めで苦しい人生を受け入れようと思ってますよね。ぼやいてらんないですよ。だからそういうふうなね、まあ、人の批判してね、気持ちがいいんでしょうけども、それすらね、ただ自分が気持ちいいだけで、全く自分の自由度を上げていかないんですよ。そこは非常にもったいないんじゃないかなと思いますね。まあ偉そうに言うようですけども、まあ私の今の立場だから言えるんですよ、こういうのはね。今は現実、自分の悩みとか苦しみを自分自身でね、解決できてない人がいるってことじゃないですか。だって誰のものでもない自分の悩みを自分が解決してないんですよ。それはもう誰もしてくんないですよ、そういうのはね。相当お人よしな人がね、近くにいるとかね、なんか旦那が ATM になってるとかね、そういうんじゃない限りは、やっぱり自分の問題は自分で解決するしかないんじゃないですかね。もしくは、まあ、お人よしにもね、自分の悩みを解決してくれる人をそばに置くとか、あとはお金を払って自分の人生の修正案っていうのを購入するっていう形ですかね。賢い人の頭を借りて早く自分の悩みを解決するっていうのも一つの方法だと思いますよ。まあ、あとね、個別でお送りしますんで、もうちょっと厳しいことを言わせてもらいますけども、だけどもその厳しさが受け入れられた時に人生は変わります。ぼやいていてね、押し付けがましい意見だと思っている限りは、自分の限られた頭脳で、その人生と太刀打ちできそうにないね、問題とね、格闘してみたらいいんじゃないかなと思います。ただ人生は短いですからね、あっという間に5年10年経ちますよ、あと一山越えたらと思ってるうちに、その山は越えないうちに、ああもういつの間にかこんな年になってしまったと、あれほど信頼してた人も離れていってしまったってことになりますんでね、まあ、そういうね、経験は今までも多少皆さんされてると思うんですけども、まあ、なかなか懲りないんでしょうね。はい、ではというところでね、私もちょっと次行かないといけないんで、以上でございます。コメントね、十分書いていただいてもいいんですけども、全部に対して私も返信しませんので、ね、もう今更、まあバカバカしいと言ったらね、バカバカしいんですよ。
そんなことを私が言うまでもなく、まあ他のね動画を見てくださってる方が、あ、この人また書いてるわみたいなね、まあ、そんなビームを送ってると思いますので、はい、というところで以上でございます。お疲れ様です。あ、最後にね、あのドライブ動画の中にもあったんですけども、あの人生にはねやっぱりね金がかかるんですよ、手間がかかるんですよ。でも自分の人生そのぐらいの手間暇かけても惜しくないと思いませんかっていうのね、これがなんか響いたって方がいらっしゃったんで、これからもねたまに言葉にさせていただこうかなと思います。いってらっしゃい。